続々と明日のファイナルメンバー名乗りを挙げてまいりました残る2つの席をめぐる戦いを迎えます丸亀ブルーナイター G3 マスターズリーグ第7戦第11レース3つ目の準優勝戦です1号艇川崎智之、2号艇篠原俊夫、3号艇菊地峰晴、4号艇森達也、5号艇片山亮介、6号艇上田孝明以上6選手の対戦ですこのレースもどうやら定番通りのスタイルとなりそう トップ通過を果たした川崎智之、絶好枠からインコースに進入です、今日の1走目も2着となって、ここまですべて2着で勝ち上がりという、これも珍しい記録でありますが、しかしこのレースこそは出走表に初の1を刻んで、明日の優勝戦も絶好枠で迎えたいところ、川崎。 そして昨日予選最終日、振り名はクマンも大きく克服しての勝ち名乗りとなりました2号艇、篠原敏夫2コース3コースには今日の1走目強力のび足披露いたしました3号艇の菊地美奈春ここまでがスロー。角の4 4コースには4号艇森達也 1>, 1走目の転覆、ここは整備を施しての戦い、5コースには5号艇、片山良介、入念なプラ調整、このレース前にも行ってきたか、そして大外6コースには、今シリーズ再三の逆転劇を披露している地元の上田孝明、3対3のスタイル、11レース準優勝戦、1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました、高額の2人、ースタート、1号艇、川崎、2号艇、篠原です、1マーク押し切るか、1号艇、川崎にあえてまくっていく、2号艇、篠原、内から3号艇、6号艇差し込んでくる、2番争いは五選手激戦も、 完全に先頭独走1号艇、川崎智之2番手は5号艇、片山と2号艇、篠原さらに内からぐいぐいくる6号艇、上田孝明11レース準優勝戦スタート正常2番手、大激戦誰が出るか握る5号艇、片山涼介に内くるっと6号艇、上田2号艇、篠原も切り込んでくるホームストレッチ3艇の攻防か2番手争い、左内2号艇、篠原敏夫、外5号艇、片山涼介真ん中通っては6号艇、上田孝明ですが先頭は完全にぶっちぎり1号艇、川崎智之。 そして2番争い、焦点2号艇、篠原の外にる6号艇、上田高明内5号艇、片山は奥で踊った2番争いは地元勢同士の一騎打ちとなった内側、わずかに2号艇、篠原雄星もアウトから腰たん,たん6号艇、上田高明レースは2周目、2マークへと移ります。 上目下のところ1番、2番、6番もつけまい感こう思い切って攻める6号手、上田しかしここは流れた内を通って2号艇篠原敏夫が単独2番手、4・貞進と大きくリードを広げた上位体系1・2・6最終週間に入っています。 ここはインコースから0台のトップスタート押し切りまして1号艇、川崎智之今シリーズ八白星そしてオール2連敗で明日のファイナルもどうやら絶好枠を手にしそうでありますそして地元勢同士の接戦ものにしたか2号艇、篠原も3番手からまだまだ諦めない差を縮めてきた6号艇、上田貴明が追い上げる後方は5号艇、4号艇、3号艇と続いています11レース3つ目の準優勝戦先頭1号艇、川崎智之2番手争い2号艇のうち6号艇、上田迫ったが 川下2号艇篠原2番手キープ1、2、6、先頭1番、川崎、ゴールイン2着、2番、篠原3着、6番、上田、ゴールイン5番、片山4番、森、ゴールインラスト3番、菊池、ゴールインです。